はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。で、昨日ね、動画で使っていたヤドキングヤドランの受けループをちょっと、ね、ぜひね、使いたいと。ただ、ヤドランにした弊害がね、ウーラオスがマジで地獄みたいなことになるんだよな。ウーラオスだけマジでなんとかならないかな。どうしよう。まあ、ヤドキングこれは選出していいかな、割と。で、エアームドも欲しいね。神剣、ヤドキング、エアームド。ポリッツーまでヤドキングで見れないかな？見れるか？ポリッツーまでいけそうだよね。で、ウーラオスに不利取った瞬間終わるゲーム起きるから、いや、ドラパルトが物理だと、誰で頑張るんだ、これ。神剣で頑張れるかな？やっぱドヒドの方がいいか？まあ、無道から入って、神剣、ヤドキングで行くか。で、神剣ミラーはギロチンで勝つ。多分2回打てるんだよね。で、ウーラオスに対しては、まあ、無道でプレスから入って、神剣圏内に入れればなんとかなるかな、基本的には。まあ、スカーフが一番きついけど、ウーラオスから来るよね。明らかに通りいいから。無道から入って、まあ、プレスでいいよな。引いてくるんだったらステロ巻きたい感じあるけど。まあ、プレスでウロス削れるうちに削っときたいね。挑発から来る。これは多分タスキ。ウロス実はね、跳ね連打で見れるんだよね。で、PP 枯らし切るって8回打ったら終わるから。ドヒドイでも対面からだったら再生をし続ければ、8回枯らせたりするから、ちょっと便利だね。処理ルートだったりする。ここもボディプレイ連打でいいな。切っては来ない。サンダー。ただ、ウラオスが、タスキだから、あれを、神剣でも上から最後処理できる。無理やり。ここマヒンないでほしい。オッケー。アッキのみ。だるいの来たなぁ。まあ、ヤドキング引くしかないかな。で、回電波がおそらくあると思うけど。アッキって回電波あるよなぁ。熱風。神剣読みだね。多分。あ、わかんない。でも電気技でいいもんなぁ。普通に考えて。まあ、回電波打ってくると思うけど。あくびをしとっか。引いた、誰？ウラオスかな？ウラオス出てくる。あくびが入る。ウラオス寝るとそれはそれで相手まずいんじゃないかな。まあ、強打読みで無動気に入っていいかな。サンダー、これでアッキなくなってるから。まあ、バンギーないからあんま変わんないけど。はい、強打。オッケーだね、見れてるね。で、ここがね、まあでもウロス寝るから、ステロ巻きでいいな、それだったら。うん。ステロ巻いて、これでサンダークルクルするのは割と相手苦しくなっていくから。挑発かどうかの択にもなんないのが、でかいな。寝てるおかげで。オッケー、これで、こっちまたヤドキング投げよう。身代わりがないからね、アクビに対して割と無防備なんだよな、サンダーが。放電。まあ、麻痺るのはちょっと勘弁してほしいけど。まあ、ヒったね。早いうちに。ダイジェットとかで貫かれるようだと全滅するから。いや、これ回電波なくない？アッキだけど。ヘドバックでいいね。毒らせた方が強いか。いや、回電波ある。回電波、熱風。ん？回電波熱風？
技構成どうなってんだこいつ。え、ガチで技構成どうなってんの。まあ、あくび打つか。これただ一応無動と合わせてステロあくびになってるから、え、回電波、放電、熱風、羽休めとかってこと。ダイジェットないんだったら、神剣で割と削りさえしちゃえば倒せるな。そのダイアタックの圏内にだけ入れとけば、あんま困んないから。こうヘドバックでいいね。で、サンダードくるんだったらそれはそれでいい。引いてきて裏に、うん、入るんだったらそれでもいいね。ヘドバックが入るんだったら。ステロと合わせて、ちょっと削れていくから。で、ウラオスは、こういうのに弱いから、特殊攻撃に。いいね。で、ウラオス眠りターンまだ使ってないはずだから、神剣見せていいのか、どうかだね。ただサンダーに対してはまだヤドキング投げでサイクル作れるから、釣ってきてもあんま関係ないかな。まあ、羽休めが押せるぐらいだけど、相手からすると。あ、待って、プレッシャーだったわ。ボディプレイで触れることを結構警戒してたけど、あんま関係なかったな。無動引いて、まあ相手ここ羽だよね。ヤドキング投げ直して。で、3、ん?ポリゴン2、はいはいはい。ポリゴン2ですか?シーガガル。どうしよっかな。この時点で、ただ TOD になるのはだいぶめんどくさいから、これ殴ってくるポリツーくせえよな。いや、なんか前もこの人当たったことあって、確か殴ってくるポリツーだった気するけど。いや、怠けるから一回入っとくか。多分、大巻きっては来ないけど、そうだよね。殴ってくるポリツーだよね。痺れて動けないのは仕方ない。あくび入れて、まあ、数的不利、先に解消しとくか。レイビー。どんぐらい入る?ダウンロードのレイビーだけど、あ、こんなもんか。ヤドキングすげえわ、やっぱ。オッケー。これ多分、耐久方面 H しか振ってないやつだから、ヤドキング、あ、じゃあこいつ寝てから、え、ラムってことはないでしょ?あ、これ第3打打ってくんのか。それはいいかな。あ、第3打ケアすんだったら、怠けるから入んなきゃダメだったっぽいけど。まあ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 言ってもしゃあないから。まあ最悪こっち無動切って、裏展開してでもいいし、第3打で阻止してくる。ヤドキング勝てえのいいな、ガチで。まあ、さすがにこれ次耐えないから、裏切って再生力でヒットポイント確保しないといけなくなっちゃったけど。こう毒とか引かない？それはそれで美味しいんだけど。引かない。まあ、仕方なくて。ただま、ウラオス寝ているから無動切っていいよね。うん。で、こっちからすると裏全部神剣で、貫けるパターンを一応取れるから、ポリゴン2、いい感じに削りさえできれば、勝ちなんじゃないかな。まあ、サンダレンダか。これは無動死ぬのは仕方なくて。で、相手からすると裏を出すたびに裏が、死に近くなっていくから、ここはまあまず怠けるか。ここからサンダー引きで TOD とかあるかな?ダイアタック普通に打ってくる。これは耐えるでしょ、さすがに。耐えるよね、OK。動いてくんないと困る、だいぶ。動かないね。まあ、アイアン、ああ、いや、ダイサンダーとかレイビーがあるわけだから。外しに期待しても仕方ないな。こっから神剣で立てれるんじゃないかな。まあ、暇なしヘドバック押しとくか。10万ボルト。こいつの霊媚大魔切れば1回ぐらい耐えないかな。
え、耐えると思ってるけど。まあ、大草原でいいかな。で、ポリツーここ残して裏でやってくるんだったら、最後、ハサミギロチンのワンチャンが残るから、まあ、上からハサミ、上から一撃技打てるのが強いな。それが。ここで半分は入っ、半分っていうか、まあ、いいダメージ入ってくんないと、だいぶきついけど。サンダーももう一回ステロ入るからさ、いけない？あの、草技で、リフブレで。あ、オッケーオッケーオッケー。これ再生でも受かってないだろ、さすがに。火力上がるわけだから。床の回復はちょっと余計だけど、殴ってくるかな、それか。レイビー耐えない？耐えるよね、オッケーオッケーオッケー。カミツルゲ偉いなぁ。ポリッツ回復するけど、こっからだったらさすがにリフブレが相手無理だから。まあ、ウーラオス捨てんのかな、どっかで。それで一旦は稼げるでしょ。だからフィールド残ったまま、こっちリフブレ打てるから、それで削り切れるのと、裏捨てるんだったら、神剣、A 上がっていくから、むしろ受け切るならここしかないんじゃないかな。まあ、剣舞とか考えると再生みたいな優柔なことできないし、しょうがないよな。相手からすると。神剣強っ。オッケー。取らせてくれる。いや火力上がる。いやビーストフースト強い。いいね、これで A 上がるから。まあウラオスは寝てるわけだから動けないでしょ。サンダーにも上から動けるから、神剣が強い。ステロがね入るからね。あと意外とヒットポイントがあるようで、ステロで削れるから、それが強いな。これ、神剣が強いように見えるけどね、サンダーに対してサイクルが安定できる宿キングが強いからね。これはガチで。じゃあ2戦目いきましょうか。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。そろそろヤドランとヤドキング同時選出をしたい所存と思ってたけど、あとゴチルゼルいるんだけど。待って、ゴチルゼルまだ使ってんのさ、ちょっとどうかしてると思うけどな。どうかしてるよね、ガチで。これ、ゴチルゼル相当合わせに行かないときついなぁ。ヤドキングで、いや、無理だよなぁ。ダイヤシットで殺しに行く？いや、無理あるなぁ、さすがに。でもねいやぁ、あ、神剣は持ってっていいかな。ゴチルゼルに捕まっても困んないのと、ウオナラゴン見れてるから。で、メタグロスにも悪くないし、ミミッキにも悪くないっていうか、神剣めちゃくちゃ刺さってんな。で、コータスに投げるバンギも裏に置いて、で、この2体ならゴチルゼルにそこまで弱くないから、なんか一方的に不利を取るみたいなことがないから、で、ゴチルゼルね、神剣にはそもそも勝てないのと、バンギはリューマあるから、まあ、急所狙いで勝ちに行けるでしょ。だから神剣から入って、で、裏に番機まで確定。ラスト。ボルチェンから展開してくるよな、どうせ。まあ、サンダーでも持ってくか。ちょ、今回、宿宿のどっちもいないけど、まあ、仕方ないね。ゴチルゼルが悪い、これは。ゴチルゼルさ、昔はいたけどさ、今、未だに使ってるやつさ、なんか、逆張りもいいとこだよね。時代の流れに。逆らう気持ちしかないでしょう。ノラゴンから来た。ね、ここは裏に通る技をしたいな。まあ、でもグロスも、コータスも、だるいから、ギロチンでいいね。打点が結局その二つしかないから、突っ張ってくるんだ。あー、砕きがある。まあ、それはいいかな、全然。うん、5つ目で。まあ、これは光合成打ってよくて。いや、これだったらウオナラゴン殴っときたかったな、神剣で。相手まだ引かない。これでも火力多分、ハチマキの火力だよね。神剣にこんだけ入るって。エラ神以外の技で。まあ、B ダウンがあるけど、
B ダウンしたらその時リフブレ押せばいいし、5つ目でドナゴン削れてくから、それはそれでいいよね。まあ、そろそろ引きたいんじゃないかな。クロス。アムハンがあるかどうか。ダイナックルを打ってきた場合がめんどくさいかな。ダイナックルだけはちょっとめんどくさい。まあ、ダイスチールで対抗できるか。ギロチンチャレしていいね。まあ、ダイス、ナックルじゃないかな、さすがに。ここでグロス投げるってことは。髪剣で相手からすると一回でも B 下げてからグロス投げたかっただろうね。おっと？舐めてきた。舐めんじゃねえぞ。二回目だからね。当たっても。いや、それでも5割だから、文句言えるけどな。関係ないから別に。文句言われようが言われまいが。勝つんだよ。勝った方は勝ちなんだから。それでいいんだわ。ゴチルデル来た。ここでバカなことしないようにだけしとけば。てか、こう、ダイマ切っていいでしょ。大草原で勝ちじゃない？あい。で、ダイマしないとさすがにこれ勝てないだろうから。で、ウオノラゴンにはまあ3、いや、サンダーじゃちょっと勝てないな、さすがに。髪剣死ぬわけにはいかないけど、どっちもここ引けないから、だったら死なないように最大打点で突っ込んだ方がいいなっていう感じなんだけど。さすがに A1 段階上がってるし、髪剣のパワーだから、こちるゼルごときじゃ、あ、耐えてくるんだ。すごいね。よく耐えるね、これ。びっくりした。マジか。コスモパワー。いや、それは受けが間に合ってないんじゃないか。耐久も上がるけど、こっちも火力ちょっと上がってて、ダメージの入り方がこっちの方がえぐいから。残飯もある。まあ、押し込めると思うけどな。大ウォールから来るのが泣いて。だから、それはそれで今度こっちに対して打点がないし、そうだよね。オッケーオッケーオッケー。ちょ、やばい。神剣無双する試合になったな。まあ、いいんだけど。じゃあ、GG。